フガエオチャンネルチェックよろしく。はい、どうもフガエオです。今日は自信のつけ方についてラップしてみます。どうしても自信がないって人は多いと思います。正直に言うと自分もその中の一人です。いやいや、ラッパーがそんなことを言っちゃいけないよ、だからお前はダメなんだ、そんな風に思う人もいるかもしれません。しかし自信がない人はネガティブなわけじゃないんです。むしろメリットもあるんですね。まず自信がありすぎる人は自信よりも過信になってしまいますね。そうなると向上心が薄れますからね。それに傲慢になってしまうパターンもあります。自信がないメリットとしては、向上心が持てる、傲慢にならない、現実逃避をしない、常に改善ができるなどがあります。とは言っても自信がなくてにじみ出ちゃってるのは頼りないイメージになってしまうので、やはり過信にならないほどの自信はつけたいですね。では様々な本や動画から得た自信のつけ方についてラップしてみました。聞いてみてください。はい、こんな感じですね。自分に自信をつける方法をラップしてみました。簡単にまとめてみましょう。まず自分を自分で褒める、そしてパワーポーズを取る、綺麗な部屋で過ごす、様々な人と会話をする、 SNS を断捨離する、他人と比較しない。しかし憧れの人の真似をしたり、服装や表情を真似したりするのはいいですね。あとは小さな目標を立てて、それを達成する、達成し続ける、それが大事ですね。
しかし成果によってつける自信よりもありのままの自分に自信を持つのが一番だと言います。成果によってつける自信は逆効果の場合もあります。目標が達成できなかったら自信なくしてしまいますからね。だから俺は毎日これだけやってるんだとか